今回は声が可愛いだけのヤバいやつに対するレイブンの反応を紹介します。アーマードコア6のネタバレを含みますので、視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。エアちゃん、もしかして君声が可愛いだけでヤバい存在では？コズミックホラー味を感じた。美しくはねえな。ダクソさんでも始まんのかこれ。なんか急にブラボのノリが始まった。エアちゃんが実体を得たらエブリエタースみたいな外見だったりするかも。執事的には星の娘って二つ目についてもおかしくない存在だぞ。エアちゃんは。おお、星の娘よ。泣いているのですか？それはそれでありだな。なんか偉いことになってんな。エアちゃんに闘争と進化をこういう形で学ばせたやつが悪い。教育ミスルート。やっぱゴスの言う通り、焼き払っといた方が正解だったなって。ミサイルの爆発を綺麗な花火だとか教えたドーザーどもが全部悪い。でも最後の戦闘モード起動は大興奮だったよ。エアちゃん、もしもし、オールドンマイ責任全部取って。これ無尽蔵に拡散繁殖したいだけですよね。ゲッター戦の親戚か何か用意するし、バイド。歴史にはオールマインドが全部やりましたって書いておくか。サンプルがエアちゃんとセリアの二人しかいないとはいえ、性格的には人間よりはるかに善良な種族だとは思う。そんな平和な種族を邪悪な戦闘思念体に進化させたリリースルート。この手の意識統合エンドって永遠の平和が売りになるけど、これだと永遠の闘争がオチになってマラクになるからすごいね。6人一が選んだ結末でしょう。そんな俺はただなんとなく行ったことない散歩コース行こうとしただけで、そんなつもりは。選ばない奴とは敵にも味方にもなれない。厄介な性質を持ってる物質とはいえど、ここまでこじれた状況にしたのは人間のせいだしな。美しいと思いませんか？赤ーん。赤いですね。ほんとだ、こりゃ赤い。美しいと思いませんか？これって美しいんですよね。そうなんですよね。私にはよくわからないんですが、これやっちゃってよかったんですよね。喜べよ。人とコーラルの共存がなったんだぞ。ブラックホールみたいなのできるなんて知らなかった。戦闘モード起動すると思わなかった。エアちゃんはとりあえず赤いのを美しいと思ってそう。621、コーラルが世界に満ちたら無限ブーストできちゃうな、楽しそう。このルート選んだの621なの、棚にあげられがち。やっぱ打剣じゃねえか、ウォルターのとこの犬。他人のせいにするのはとても卑しくて人間らしい。オールマインドに拉致られて無理やり。その理屈は通らないすぎる。百歩譲って拉致でいいとしてもルート入りは拉致前だろ。オールマインドのこと裏切る機会何回もあったのに、尻尾振ってすり寄って言ったのは621だし。まあ明らかにおかしいな。ってなったのオキーフ以降だけで、他は通常の依頼としても理解できる範囲だとは思う。だって矢がやりたそうにしてたから。俺はただ依頼受けてただけだし。ちゃんと説明しないオールマインドと説明全く受けずに依頼受けるレイブンが悪いよな。この選択肢を作ったフロムが悪いよ。謎のスッキリ感で終わったけど、改めて考えると偉いことしてくれたな。なんかヤバい機械生命体を誕生させてしまった気がする。そりゃこんなこと起きるんだったらドルマヤン必死で止めに来るし、オキーフも裏切るわなって。パーツコンプしたらこうなっただけで。二人ともこの選択のヤバさ理解して進んでるのか微妙にはっきりしない。エアちゃんは危機感あったと思う。でもまあレイブンが決めたことならみたいな感じのノリ。特に説明ないまま進むから理解しようがないのだ。人は人と戦うための形をしているのですねは一般的には邪悪の思想。誰が悪いんだ？俺か。人間といえば闘争ですよねってエアちゃんに教えたのは俺とオールマインドだから。ハンドラー、ウォルター、その猟犬は何も考えず知らない人についていきそうだからやめておけ。エアちゃん的にはレイブンこれが見たかったんですよね。だと思う。ここでいや普通にないわって言って微妙な空気で終わるところはちょっと見てみたい。リリースルートはレイブンの意思でやってるんだぞ。
というか強い意志ないとリリースできないっぽいからな。でもようやちゃんにようやくあなたと並んで戦えるってセリフあるだけでもリリースルートやった価値あると思うぜ。621っていうかプレイヤーが関係ねえ戦い手で突き進んだ結果だからな。リリース後は戦い放題だぞ喜べ。このルートは全面的に621が悪いし、その上で多分何も考えてないし、打鍵呼ばわりされても文句の一つも言えない。揉めた方が面白い気がするから、できるなら全部的に回してえ。うん、じゃあく。そもそもセリアはともかく、エアちゃんは621がコーラルリリース？やるやるってしてるから付き合ってるだけで、本人はむしろ懐疑的なんだ。途中まで、え？本当にいいの？みたいな対応してるけど、まあええかってなるあたりが目を見ようにされるタイプの女。仕方ねえだろ、サンプル621ぐらいしかねえんだから。そこは本当に唯一会話できる相手で親鳥みたいなもんだから。621が雰囲気で行動しすぎている。例文の非ルートと解放者ルートでは割としっかりしてたはずなんだけど、おまちゃんルートではどうしてこんなに。行動デートとかしなかったから感情戻りきらなかったんだと思う。ゴスの手綱とエアちゃんとのデートがどれだけ大事だったかという。例文の非ルートだと外からわかるくらい落ち込んでるくらい感情がはっきりしてきてるんだけど、なんというかリリースルート過去作主人公並みに感情伺えない。例文の非ルートの所業は確かに人類史の天敵に近いんだけど、行動のわけのわからなさはリリースルートの方がむしろ近しいよね。解放者ルートのことエアちゃんにたぶらかされないと選ばないとかいう人たまにいるけど、あれは解放戦線とか他のものも天秤乗っかってるんだよね。その点、このルートはコーラルと一緒にいる方法を探して偉いことになっただけの世界系だし、なんなら他ルートエアちゃんとかドルマヤンが言ってた強制のビジョン絶対これじゃないと思う。理由なき強さは危険だということだな戦友。あのルビコンさんはどうなったの？知らん。誰もわからん。まあもうあの惑星はどうでもいいか、グッドレイブン。俺たちにわかることは今から透き通るような世界で戦えることだけだ。セリアを脳内彼女と断じて別れて病んでしまったドルマヤンに対して、3周目621はうるせえ知らねえ戦闘モード起動で一貫して通したので、エアも最終的に同じ道を選べた。よかったね。薬中ジジイですら人類の破綻ってことだけは理解してるのに、こいつらは。ジジイはセリアが拾ってきた計画の資料ちゃんと見てるはずだから情報量違うし。資料集でないとマジであらゆる考察が昔風に言うフロムノーでしかない。実際のところ何が起きているかを推察できるゲーム内資料が少ない。ブラボあたりと比べるとだいぶマシになったなって感じだ。資料集欲しいのはそうだが、例文の日も解放者もシンプルに分かりやすかっただけに、リリースルートだけいつものフロムすぎる。コーラルリリースは真面目に考えてもしょうがない気がする。何もかんも流れがおかしい3周目。ブラボの幼年期ルートみたいな感覚受けた。あれ？そういう感じ？みたいな。おまこちゃんのセキュリティがバガバだったんだから、リリースでどうなるか調べてからやった方が良かったんじゃないですか。さすがにオールマインドちゃんも知らないってことはないだろ。ないよね。ぶっちゃけリリースでどうなるか誰も知らない。ブランチと同じく面白けや他の連中のことはどうでもいいノリで、オールマインドはことを進めたんだろう。知ってたら最後に教えてあげましょう、ドヤーって言ってくると思う。ゴストやちゃんと一緒に、悪いオールマインドぶっ飛ばして、なんやかんやうまくいったエンドはないんですか？そこになかったらないですね。ウォルターとも刀なべて戦いたかった。ウォルターとやちゃん陽気にしたかった。二人の掛け合いを見たかった。オーバーシアーとコーラル波形含むルビコニアンたちの目的が真っ向から対立するもんで。三周目は、大断円だって。美しいと思いませんか？そんな邪悪な本性の尻尾を出したぞ的な描写じゃなくて、インターステラーのブラックホール良いよね的な素朴な感想だと思ってた。校舎で合ってるよ。マジレスすると、それがきっと正しい。
ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。